皆さんどうもこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。本日ロストジャッジメントの第12章を進めていきたいと思います。13章が最終章ということで、もうかなり物語佳境に入ってまいりました。ということで今回はもうチャプター12、ドア玉から源田先生の、チャプター11の振り返りなどがあり、チャプター12頭からやっていきたいと思います。それでは参ります。江原明弘の控訴審に動き出す八神と源田法律事務所、さらに公安の調整官坂東に対抗するべく RK の相馬を捕らえようと画策する。だが相馬には公安の潜入捜査官であった可能性が急浮上してきたのだ。いやそう、前回の終わり方結構衝撃的でしたね。チャプター12、タイトルモグラ？モグラ？ジャッジアイズからやってる人は結構鳥肌が立つタイトルなんじゃないですかこれ。じゃあ銃を撃ってきたのは警官姿の2人組？真冬さん、ええ、あ、そして阿久津のことを。これ沙織さんですね。その警官たち、まさか本物じゃないよね？ああ、多分相馬が自分の手駒に警官の制服を着せたんだと思う。どっちにしろ、なるほど、そいつらを送り込んできたのは相馬だ。海藤さんが言うには公安の潜入捜査官だったかもしれない。撃ったの警官の服を着てただけ。知ってるか、ターボ。潜入捜査官はアメリカなんかじゃモグラって呼ばれてるらしいぜ。おモグラか。でもいくら公安の潜入でも口封じに殺人までするなんて。いえ、相馬としちゃやらなきゃならなかったはずです。登場会時代からずっと潜入だったなんてバレたら、うん、いくら組織のリーダーでもただじゃ済みません。どえらい裏切りですから。 RK には元登場会の人間も多いし、速攻で殺されちまいます。はいはい、確かにそうね。だから偽警官たちは俺らも始末したかったようでした。できれば全員の口を封じるつもりだったんすかね。なあ、検察の方で源田事務所に警護つけらんないか。せめて今夜だけで。危ないもんね。分かった、すぐ手配してみる。それなら八神さんたちにも警護がいるのでは。ありがたい提案だけど、ほら海藤さんも東も元極道だから。確かに警察に守ってもらうなんてね。まあそれはそう。冗談じゃねえ。そうっすね、お気持ちだけで結構です。お、ジェントルメン。これで相馬はますます地下に潜ってくことになるだろうな。でももし奴を見つけ出せれば逆に公安の尻尾もつかめる。その時は沢先生の件も明るみに出せるし、桑名や楠本玲子のことも。分かった分かった、ひとまず沙織さんを源田先生のとこに送ってこうぜ。今日はそれで上がりだ。そうだな、きっちりガードするから心配ないよ沙織さん。なーに沙織、変身した途端みんなに守られちゃって。最初誰だか分かんなかった沙織さん。じゃああなたもたまには気合い入れておしゃれして。私がこの姿にしたのに。私は今これでもだいぶ頑張ってるんですけど。真冬さん今作あんまり登場回数少ないですね。多くないですね。源田事務所まで送ろう。出発しますか。いやーでも、え、これ、あ、沙織さんついてきてくれる。
いや、モグラっていうのはだから潜伏してる人のことをモグラというっていうことなんですよね。前作から続いて、ここでまさか前の作品からのジャッジアイズからのつながりをここで見せられるとは思わなかった。よし。あれでもさ、あれ二人は、おー、なんだか大変だったな。変な先生と星野くん、キャバクラ帰りじゃなかったこれ。阿久津が銃で撃ち殺されたとか、ほんと血の気が引きましたよ。あ、酔いが冷めてるね。沙織さんに何かあったらどうしようって。俺らはいいのかよ。まあみんな無事で何よりだった。でも相馬にやられました。奴を甘く見てたみたいです。どういうことだ。奴は公安の潜入だったんじゃねえかって話です。潜入。何にしても先生と星野くんは楽しい夜に水を差されて残念でした、ね、確かに。そうそう、やはりね。いやいや、そうだ、キャバクラ帰りのまんまだよね。いや、さっきキャバクラに行ったのは星野くんがどうしてまで行くって聞かねえもんだから。先生だってどんなところか覗いてみたいって言ってたでしょう。そうだったっけ。よく覚えてねえな。そうですか、失礼。着替えてきますので。沙織さん頑張ってくれたから。なんていうか、まあしばらくは沙織さんに白い目で見られてください。いや、星野くんがあれだよね、キャバクラでの対応で割と株下がったよね。あんなベロンベロンに酔っ払って。なるほど。じゃあその説で言うと、公安の捜査官が半グルまとめて RK を作ったわけか。ええ、それが相馬和樹です。まだ確かじゃありませんが、あいつが潜入ならいろいろ辻褄は合います。だから公安は RK を手駒にできたんでしょうし、逆探知とかの情報を流すこともできた。半グレたちはそうとも知らず、ずっと相馬の命令で公安の使いっ走りをやってたわけだ。かなり長いこと潜入してたんだよ。でも相馬に公安とのパイプがあるからこそ、 RK は一橋の組織になりつつある。例えば阿久津を殺した奴らも RK でしょうが、着てた警官の制服や銃は多分本物です。お、あれも相馬が公安だから簡単に調達できた。そうね、コスプレ衣装じゃないと。でももう警官の制服は信用できないですね。確かに。下で警備してくれてる方たちは大丈夫なんでしょうか。確かに信用できない。心配ないよ、あの人たちは真冬のお墨付きだから。え、真冬さんが騙されてるってことは。それにしても警察の方で公安を止められねえのか。ええ、公安はそもそも相馬なる該当人物はいないと知らぬ存ぜぬだそうです。記録は抹消済みってことですかね。相馬は軽く10年は搭乗外にいたはずだぜ。日教連って組で阿久津と一緒だった。日教連、あいつらのことなら俺より東が詳しい。わかった、じゃあそれはまた明日聞いてみよう。おう、そうだな。東詳しいんだ。さあ事務所に帰って休もう。東には俺から連絡しとく。明日はシャルルで集合だ。シャルル集合ね。何か相馬の手がかりがありゃいいがな。世良会長がいたのが日教連。世良会長って龍が如く何のどのシリーズに出てるんだろう。私多分極みしかまだやってないんでね。変身した沙織さんは素敵です。極みとセブン。でもやっぱ日常スタイルも控えめにって最高。僕はこの事務所で働けて本当に幸せです。なんかまだ酔っ払ってるみたいなこと言って。ゼロと1に出てる。あ、じゃあ極みに出てた。そう、出てたんだけども、ようやく敵の大枠が見えてきたってとこか。公安とはまた大層な相手じゃねえか。気をつけろよ、八神。
はい、いや公安相手はさすがに権力が大きすぎる。相馬が本当に公安だとすると居所を見つけるのは難しいかもしれません。さっき阿久津を生け捕りにできていれば。悔しいですね。確かに阿久津が死んじゃったからもう何にも聞き出せないんだよな。大丈夫ですか？お二人は偽物じゃないですか？本物の警察官ですか？さて戻りましょう。ジム、ミスケンの話を最終章入る前にやろうかなと思ってたんだけど、なんかどうやらね最終章に入ってしまうとミスケン進められなくなってしまうらしくて、まあでも流れ次第ですね。ちょっと進めていって、いやもうこれは今日12章やったらもう13章まで止まんないねってなったら、まあミスケンのお話クリア後にやりましょうか。ちょっとそこは調整しつつ、これ寝ればいいんだよね普通に。よし、シャルルに向かおう。あ、普通にこれ時間を朝にしただけか。東って何時に出勤してんだろう、あのゲーセン。いた、ごめんなさい。シャルル、シャルル、シャルル、みんなの、みんな大好きシャルル、行きましょう。いやちょっとな、カムロチョスケボー乗りづらいんだよな。よし、ラストの自由時間前にやれる。あーでもどうなんだろうな、どうなんですかね。なんか自由時間もうこれで最後ですってなった時って大体もう結構中断しづらい感じあるっちゃある。あれなんで今すり抜けられたの、弱いからって気が。いやわかんない、ツイッターのねリプであったんで、13章入ったらユースできないと思いますよっていうのが。よし、シャルル行きます。もしもし、矢上氏、つくもです。問題発生ですぞ。お、今朝方ハンピンリューマンが襲撃されました。誰に。え、襲撃って誰に。 RK です。ずっと偉人町でも人数を増やしていたんですが、連中の狙いは桑名さんだったんでしょう。はあ、幸い見つかる前に逃げたようです。まだ連絡は取れてないのですが。ハンピンリューマンの被害は。鉄装さんによれば怪我人が少々。鉄装、襲撃の時大丈夫だった。その場には相馬も来てたのかな。いえ、そこまでは分かりません。とにかく現場は大混乱だったようで。はあ、そっか、分かった。矢上氏はこれからどうされますか。相馬の過去と正体を探ってみる。いろいろ裏がありそうなんだ。スクモは引き続き桑名を探してくれるか。わかりました。では桑名さん結局今どこにいるんだ、どこにいるんだろうか。あれ、遊んでる。カイトさんめっちゃ子供から人気あるじゃん。よう、タボ悪いな、仕事の時間だ。誰か代われ。え、じゃあ俺がやるよ、カイト。おう、ガードをまめに入れるんだぞ。わかってるって。すげえ、お子様に大人気じゃん。そう思うだろ。ところが東は俺の上を行くんだ。え、マジで。そうなの。東さん、八神先生がお見えです。バーカ、先生なんてつけんな。
そいつは呼び捨てでいいんだ。あ、じゃあ八神の野郎が来ました。いきなり野郎呼ばわりかよ。扱い違う。なるほど。違うんですよっていうの部下にも指示してんだ。確かに相馬の登場会時代なら俺も知らねえわけじゃありません。奴は直系組織の日教連で杯受けてました。日教連ってのは名門の組だ。今は登場会の解散で本家ごと潰れちまったがな。ええ、そん中でも相馬と阿久津は気合が入ってる幹部候補でした。気合入ってたんだ。組を支えるために表向きにはご法度のしのぎにも手出してたみたいです。でもどんなに稼いだって上の門はその上がりを吸い上げるだけで何にもケツ持っちゃくれません。都合よく使われてたんですよ。それでも相馬たちはいつかのし上がってやろうって歯食いしばってたはずなんですがね。うん、結局出世する前に登場会全体が立ち行かなくなって解散しちまった。青春捧げて組に尽くすだけ尽くしたのに報われなかった。阿久津は本当にそうだったかもな。いいやつだったな阿久津。海藤さんの説でいくと相馬は公安の任務として登場会を中から監視してたんだ。そして組の誰よりも早く登場会に先がないことを見抜いた。公安の潜入なら登場会解散のその後を見越して動く。だから RK って犯罪者ネットワークを作って行き場をなくすヤクザたちをまとめて管理できるようにしたんだ。賢いやり方だよな。なるほど、そう言われると確かに RK はカムロ町のしのぎに目光らせてる。自分らに黙って稼ぐ奴らをきっちり締めて回ってんだ。今この町で悪さするには連中の許可がいるらしい。ああ、だから相馬が潜入捜査官って説は一応筋としちゃ通ってる。あとは奴と公安とのつながりさえ裏が取れれば間違いない。相馬がヤクザへの潜入捜査官だった証拠、それには過去を遡って調べるしかない。でも相馬っていう男がどういう人間なのか全く何の情報もないって鍋さんが言ってたよね。東、誰か昔の相馬を知ってる人は？あいつがいつどうやって登場会に入ったとかそういう話が聞ける人なら。そうだな、日教連の元総裁がいる。え、総裁って組長のこと？まあな、入江って人だ。入江さん？前の肩書きがどうあれ今じゃチャンピオン街の飲んだくれだがよ。どちら様？その入江さんから話が聞きたい。相馬と公安の関係が証明できれば連中を追い詰められる。どうかな。まあ会いたきゃ言ってみろよ。いつも明るいうちからアテンシって店にいる。お、アテンシ。わかった、俺も行くぜ。タバ。え、なんか東結構顔広いな。そんなところにまで顔が利くんですか？東いるかな、こんな顔。あ、いた。え、なんか仮眠してる。あ、寝てなかったわ、起きてたわ、東。なんか考えてる。目を合わせてくれない。これか、カイトさんだったら対応は違うんでしょうけど。店長、これ裏にいるだけなのか。まあでもそれはそれでなんかやることなくて暇そうだよな。店長っていうか、あれでも MCU さんが店長なんだっけ。ってなると何、オーナーなのかな、東は。チャンピオン街、アテンシ。あとはスキルをどれぐらい取るかだな。お兄ちゃん、おっ、行くよ。あと、うおお、一戦やっぱ強いな。ちょっとコーンで殴る。 MCU さんは店員で、東は店長か。
しばらく寝とけっての。ポケットティッシュいつもなんかあのパンパンに持ち歩いてんだけど。行くぞ。ケケって何に使うんだろう。売っていいのか。売っても売れないか。ポケットティッシュって売れるのか。もしもし。アテンシ。ここだね。日教連の入江さんがいるって店は。毎日飲んだくれてんだろ。あったく、いい媚び分だよな。戦薬の材料か。ポケティは。お、飲んだくれてる人 いるじゃん。いかにも入江総裁。総裁。うん、あの俺は松金組にいたもんで、海藤と申します。お、松金の。そうかい、あの人の子分か。うちの親父をご存知で。昔ながらのヤクザらしいヤクザだったな。義理人情に厚くて金儲けが下手で。でも俺みてえになる前に死んだのは幸せだったのかもな。なんか威厳がないな。少しお話をさせていただいてもいいでしょうか。一緒にいるのは俺の相棒で八神片木ですが、こいつも松金の親父にゆかりのある人間です。八神です。で、俺と話したいってなんだよ。相馬の話を聞かせてもらえませんか。 RK の相馬和樹です。相馬ね、組にいた頃はただの若造だったんだ。お、知ってるね。今じゃだいぶ幅利かせてるそうじゃねえの。これすごいよね、この声の演技。このおじいちゃん、入江さん。あ、そうそう、酒で喉が焼けてる声の演技でやってらっしゃる。中身のある昔話が聞けたらいいけど、どんな人の話でも聞くのが探偵の仕事です。一杯おごらせてください。隣座らせてもらっていいですか。相馬はよ、昔うちの頭補佐がスカウトしてきたんだ。スカウト。闇カジノでドブへ捨てるみたいに大金かける若造がいるってんでな。ダチとつるんで女こましちゃ金にしてたらしい。なるほど、ヤクザにするにはもってこいの野郎ですね。闇カジノってカムロ町にあったやつですか。ああ、うちの組で仕切ってたんだ。うん。カジノはいくつも作っちゃ札に潰されてたな。ジャッジアイズの時もあったよね。相馬を組に入れたのはなんでです。あいつの方から入りたいって言ってきたんですか。そうだった。どうも、さっき言った頭補佐に懐いててよ。相馬は上には従順だが、自分より下の者にはえらく睨みが効くようだった。え、シンプル嫌なやつじゃん。極道で使えるのはそういう人間だ。あ、そういうのが使えるんだ。あとは暴力に躊躇ねえとこがよかった。あ、ちなみに組入れる前、相馬のボディチェックはされたんですか。なんで、どういう意味だ。素性は調べたんですよね、生い立ちから何から。まあ一通りのチェックはしたろう。俺が細かく見たわけじゃねえ。入江さん、もしかしたら相馬は公安の潜入だったかもしれません。なんだと。うん、やっぱり誰にも感づかれていなかった。相馬うまいことヤクザの懐に入り込んでいた。かなり何年も潜入してたんだよね。ということは、あいつが潜入だとして、そうなると何か思い当たることはありますか。怪しい動きをしてたとか、外部の誰かと連絡を取り合ってたとか。いや、どうだろうな、考えたこともなかったからよ。あいつはやべえしのぎも進んでやってた。ここだけの話、人をやったこともあったはずだ。人？こういつだったか、組のしのぎを札にチクったチンピラがいてよ。
相馬は上の門に命じられてそいつをさらって山に埋めたんだ。山に埋める。それが初めてとは思えねえくらい手際が良かったらしい。手際がいい。君が悪いくらいだったって。確か阿久津の野郎がそう言ってたんだ。聞いたぜ。あいつ昨夜殺されたらしいな。耳が早いんですね。誰から聞いたんです？この町の闇は不変だぜ。自分たちだけが何でも知ってると思うな。阿久津も昨夜相馬が公安の潜入だってことに思い当たったんです。だから口を塞がれた。そうか。だがもう俺には関係ねえ。今となっちゃ相馬が潜入だろうがどうでもいい。組がなくなっちまってんだからよ。入江さんが日教連を閉めた後、子分たちは今どうなってんです？半分は足を洗った、うん、それと六代目の新事業ってのに呼ばれたのもいたが。何ですかそれ？あとは地下に潜ったみてえだ。六代目の新事業、そのうち息のいいのが歩けに迎えられたよ。じゃあその息のいい子分たちが公安に踊らされてることになります。それも構わないんですか？もうボンクレ正月に挨拶もよこさねえ奴らだよ。半グレの中でチヤホヤされていい気になりやがって。恩知らずどもが。あ、竜がごとくセブンで言ってた会社のこと。あー、その辺なんかうろ覚えだな。かなり言ってもやな、去年やったやつだからな。ちょっとちゃんと復習してないから。そこはあれか、セブンで解散したからっていうあれね。いや、なんか難しいな、これネタバレをその直接的にそこまでしないように。ちょっとね、ネタバレコメントなんかね、他の作品に関するやつとかもね、ちょっとね、なんだろう、思いっきりそれはっていうのは控えてもらいたいなーっていう感じ。ちょっとふんわりふんわり、まあまあ難しい。ちょっと全く触れないわけにいかないし、最新作やってたら絶対そういう話が出てきちゃうからあれだけど、まあふんわりね。そうそうそう、すいませんね、申し訳ない。ご配慮いただけるとありがたいです。昔はなかなかの顔だったんだろうけど、極道が組織を離れたら寂しいもん。まあ確かにちょっともう極道の面影ないですからね、この方。なんだか酒がまずくなってきちまった。あいつらのことを思い出したら。今はやっぱりみんなてめえが生きるので精一杯の時代なんですかね。まあでも毎日明るいうちから管巻いてちゃ誰だって挨拶する気はなくなります。今度シラフの時に飯でも食いませんか？東上会の直系組長がそんなんじゃ、昔上を目指して死に物狂いで頑張った俺らが浮かばれませんから。見る影もないってやつね、組長。失礼しました。海藤さんのいた松金組は東上会の直系になるのが悲願だったんです。だからあの人には自分の親が目指した場所に入江さんがいたと、そういうふうに見えるんだと思います。松金さん、お話ありがとうございました。千両通り北にある三沢ビルって知ってるか？そこで長藩博打の賭場が立ってるんだ。賭場？おお、これ一番最初に出てきたとこじゃん。康介くんが言ってた敷居の間。ロストジャッジメント一章で出てきたというか、もはや体験版にも出てきたところだ。ええ、前に行ったことがあります。繋がってんの？そこが何か？その賭場は六本木から流れてきた連中が仕切っててな、
そいつらを相手に RK は上がりの分け前をよこせと言ってる。カムロ町で稼ぐなら RK の許可を取れと。なあ、ところが六本木は上がりを払う気がねえ。もうそれで今夜 RK が賭場をビルごと襲撃するらしい。え、目的は見せしめだ。派手にやるだろうな。一人や二人死人が出るかもしれねえ。じゃあもしかしたら相馬もそこに来るってことですか。さあな。ただ今夜の襲撃は元東条海組の仕切りだ。うんうんうん。RK の精鋭部隊よ。ひよっこどもにプロの仕事を見せるんだと。誰からそんな情報？だから言ったろ。自分たちだけが何でも知ってると思わねえことだ。勉強させていただきました。え、このおっちゃんやっぱすごいな。海藤さんが今ちょっと何を話してたんだ。タボ、今日これから RK の襲撃が起きるってさ。この間の四季の間のビルであの飛ばしきってる連中が RK に分け前を出し渋ってんだ。じゃあそこに行けば RK のメンバーがわんさか来るわけか。もしかしたら相馬も。相馬さん来るかな。とにかく行ってみる価値はありそうだよ。分かった。東も呼んどいた方が良さそうだな。頼みます。海藤さん、やっぱ今のおっちゃん海藤さんに言われたセリフがちょっと刺さったのかな。それでやっぱちょっと最後の最後に、お、リスいる。ちょっとだけでも威厳を、この絵は示したかったのかな。犬かこれ。よし来たな。よーしよし、偉いぞ。犬かこれ。犬っぽいな。犬で合ってるっぽいな。ごめんな乱歩、こんな汚い路地裏お散歩させてごめんね乱歩ちゃん。あれ、これなんか犬じゃないか、もしかして。なんか別に乱歩についてく感じじゃないぞこれ。アテンシどこだっけ。アテンシここか。犬じゃなかったの。犬を戻す。瞬間移動でランポが来てくれたんですけど、あれ今の階段どこだ。ここか。3、これは1番の絵を探そう。何これ。え、これもうこれで終わり。1番の絵を探す、これで終わりなの。これ1番の絵を探す。近所にあるってことか。え、この リス探し難しすぎる。あ、フラグ立ててかないとダメなパターンか。ちょっと時間かかりそうだな。落とし物した人いますか。ちょっと待って、落とし物した人もいない。なんだこの町。あ、この人、この人じゃない。なんなんだこの町は。あ、この人っぽい。落としましたよ。 ありがとう。財布、こんなところで。とりあえず進めちゃおうか、リス無視して。
占領通り。何見てんだ。お弁当とか大丈夫かな。まあ大丈夫だった気がする。うわ、てかまさかこのタボ、最初の始まってるみてえだ。一章のとこに繋がると思わなかった。週に1回ジムに通うことでおなじみコウスケくんね。ヤガミ兄貴も、こりゃ何が起きたんです。東足早い。 RK だ。元登場会の精鋭でこのビルを襲撃してる。なんだ。よそもんが上がり収めねえで稼いでるからだと。でもしかしたら相馬も来てるかもしれねえ。そんな情報よく取れましたね。よし、んじゃ行ってみようか。あのおっちゃんはどこからそういう情報持ってるんだろうね。いくら元偉い人とはいえ。行くのか。あ、まあこんだけあればいいかな。カステラとかも納豆もあるわ。杉浦くんとつくもはお留守番かな。杉ちゃんたちは、横浜組は。うわっ、 やめて。俺らはただの客で。うっせえぞ俺ら、チンピラが。いや、ちょっといいか。ああ、なんでまだ嫌がったのか。見た顔だ。登場会にいた札付きだぜ、イカレ野郎よ。あんなのがまだ何人もいるのか。相馬も来てんのか。あいつはどこにいる。ギャーギャー、うっせえぞ。結局うるせえしか言ってないっていうこの人。いや、うるせえぞって言っておけばこう何も答えなくて済むっていう彼らなんだ。痛い。よいしょ。ちょっと技が増やしたいな。技増やしたいな。いい加減にしろや。どこに相馬や RK の連中がいるかわからねえ。はい、気をつけていこうぜ。あ、そんな感じ。あ、でも52,000結構使ったな。極み体力アップ40,000、グリップアップか。40,000はなんかでもちょっともったいないかな。 EX アクションダメージ上昇かな。1000、うん、まあまあ権威もね、そうあるんですけどね。権威あんまりまだそんな使ってないんだよな。あ、倒れてる。タウリナーがあります。使っちゃっていいのかなこれ。あ、お、どうせ拾うし。なんだこれ、なんだこれ。暗証番号、暗証番号、どっかにヒントがあるってことか。ふむふむ、入り口入ってすぐのとこね。こんなに暗くちゃ何があるか分かりませんね。ああ、だがここで行き止まりってことはねえはずだ。とりあえず明かりつけらんねえか。ちょっと探してみようや。部屋を明るくしろ。これは、これは暗くてよく見えない。調べる。ああ、これもダメか。ちょっと申し訳ない、あのね、ちょっと申し訳ない、ネタバレがちょっと多いのでチャンネル登録者のみモードにします。
ませんね。ちょっと冒頭ね、私のミスでっていうか全員コメントできるようになってると思ってなってなくて、さっき変えたんですけど途中でシルエット。まずちょっと変えますね。ここも暗くてよく見えない。ここじゃないの普通は。ここだよね。やっぱ明るいと。明るいと見やすいな。明るいと見やすいなってどういう感想？滝に進む道を探せ。やっぱこっちか。これか。暗証番号付きのドアか。うんうん。面白い。こんなもんで俺らを止められると思うなよ。なあ、タボ。これカイトさんで今見えなかったんだよな。よう、やっぱりこっちのドアをなんとかすりゃいいんじゃねえか。つまり暗証番号がいるってわけだ。うん。おい、どうするんだ。他の場所に手がかりがあるかもしれない。この階を調べよう。オッケー。この階ね。こっちはもうないか。じゃあ戻って、さっきんとこか。こっちにはなんかないかな。船スライス。こっちは行けない。やっとリアタイできます。嬉しい。こちらこそありがとうございます。あ、さっきの言いながらなんかコメントで大人のおもちゃ大人のおもちゃって言ってたのこれか。アダルトグッズ専門店メイワド大人のおもちゃ DVD 本グッズコスチュームアダルトグッズ専門店メイワド。これなんかあんまね、なんかすごい広いなこのお店てか別に知らないけど、そのほ偉人町とかにあるのでもうちょっとなんかさ手狭な感じじゃない。読み上げ草とか。お、話せる。なあ、ちょっといいか。もう勘弁してください。何もしないよ。あ、教えて。暗証番号。先の扉の暗証番号が知りたいだけだ。0508、いや8010だったか。なんだよもう。ったく、はっきりしてよ。ま、どっちも入力してみるか。0508。0508か。8010か。忘れねえようにしないとな。0508、801。これどっちかにさ、使えんじゃないの ?0508。0508。ダメだ。8、なんだっけ ?80、なんだっけ、ログ。会話のログを見るのどれだっけ。いや、もう一回聞こう。あー、聞けない。よっと。8010。8010。8010。開いた。ユオモクだ。なこれ、あ、スキルブックか。0510。違う、スキルブックだね今。どれだ。アビリティ、これか。竜をも砕く。あ、これか。一戦。敵の攻撃に合わせて繰り出す竜をもおふると言われている一撃。確率で敵が苦悶状態を引き起こす。R1 の三角。接近して。あ、違う。近接攻撃に対して R1 の三角。これ強いんだ。竜をも砕く強い。
0508か8010と言っていた。0508。050880。おこれや。はれいいれね。これ取っとく？これ強いん、あ、カウンター技か。4万ちょっと高いな。まあ、取ってもいいけど。ちょっとまあ、敵次第だな。一戦だから、1対1で使う、なんか、もうこっからは1対1っぽいなっていう時に。途中でもね、取れるからね、バトルの途中で。0508か、復唱してくれ。8010だったよな。ああ、試してみるよ。言ってくれんだ。05、おこれやだ、これね、0508。よし。よーし。言ってくれ、カイトさん、記憶力いい。ナイス。古いワイヤー。すごい良さそうな机。高そう、こういうの。相馬がこのビルに来ているとしたら、やっぱり賭場になっている、式の間。確か5階にある。どこかに上へ行くルートがあるはずだ。ちょっと探してみるから、二人は待っててくれる？上ね。うん、頼んだぞ、多忙。でも東はともかく、まずはそこまで。ああ、これ上登るのか。東はともかく、海藤さんも行けんの？あ、これ中のアイテム、まあ、いっか。じゃあここ行って。東は身軽そうだけどな。よいしょ。やばい、なんか落ちそう。やばい、グリップが足りない。で、これは下に行ける。うおー、オッケーオッケー。先に部屋を調べないと。ここね。鍵はかかってないみたいだけど、ドアが開かない。向こう側にバリケードが作られている。あー、こっちの階はダメですと。いいね、サスケ。サスケターン結構今作多いけど、意外と私失敗してんだよね、よく。ダクトの先に行けそう。よくか。向こうを上から登って、グリップ力を高めてもいいんだよな、結構。よいしょ。こっから登って、下、OK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 。 これ行けないの？どういうこと？こうか、こうか。オッケーオッケー。で、もう一回上に行く。しゃがんで。これ、カイトさんできる？大丈夫かな？屋上からまた屋内入れそう。これ、そっか、別にカイトさんが行かなくてもいいのか、八神さんが先に行って。なにこれ？パイプ折り。鍵を開けてあげればいいんだもんね。パイプ折り？どうすんこれ。ジャン、あ、ダッシュかなこれ。結構普通に落ちた今。ああちょっと待って。よいしょ。こうね。びっくりした。っていうかもう2回死んだけど。あ、いたいたいた。ここもダメか。ここも？いや、これぐらいの高
さんいけるでしょ、さすがに。ちょっとそれは、え、なんでダメなのこの高さ。え、これ、え、だってこの高さだよ。え、ちょっと待って待って待って、どっからどうやって、あ、これ上、上か、上か、そういうことか。私死んだとか、足折れ、スペランカーではないの。なるほどね、ちゃんと上行けよって、そういうことか。で、よいしょよいしょ。え、どうすんの、こっちか。やばい、グリップがもうきつい。これ、いや、右右、これ右右で、で、ここで下に行って回復すると。スタミナン X、あ、回復いいね。 OK、 で、どうすんだ、これ取って上に行かなきゃいけないんでしょ、どうすんだ。いや、これさすがにちょっと足痛かった。山田勝美にはなれなかった。あ、こっちからわざわざ行ってよいしょよいしょ。これスゴロクのこのゲーム慣れてるとさ、うまくいけそうだね。もうスゴロクプレイパスなくて全然プレイできてないんだよな。よし、よっ、うー、なんだてめえ、まだぶちのめしてねえやつがいたか。タンクトップ、覚悟しろや。こんな真冬に、待って、近接攻撃に対して R 三角だから、まさっきの虎のやつ、 R 三角、 R 三角、どういう、ちょっと待って、どういうタイミングか分かんないぞ。まだまだ、やばいやばい、これはやばい。でしょ、なんか違うよな。あ、スキル取ってない、あ、取ってないか。取ってない取ってない、確かにそうだ、すごい今出そうとしてたのに。ちょっとでも練習したいから出そう。危ない危ない、焼きそば食べて、こまめな焼きそばで回復をします。取ってないか、一戦これだね、竜砕く、よし、うわー、強すぎ、時間食っちゃったよ。え、強すぎ。でもどんな感じだ。え、ああ、屋上について RK を片付けたとこ。ただ海藤さんたちが登ってくるにはきつそうだ。他にもルートがないか探してみる。海藤さんが登ってくるのきついとか言われて、ならもうちょっと待ってるぜ。海藤さんのちょっとガタイの良さではきついと。え、めっちゃ強いな、竜砕き。これは4万円払った甲斐がある。これでみんなを引き上げる。え、こっちの方が海藤さんきつくない？大丈夫、重そうだけど、筋肉量すごそうだけど、え、大丈夫。これ実は東がお尻を支えていました、これ登るとき。優しいから、カイトナーに大好きなんで。結構きついぜ。ヤガミ、お前よくここまで素手で来れたな。おい、スーツで登るのも大変そうだけど。この辺りにも隠れてる奴がいるかもしれねえ。見つけ次第やっちまうぞ。へい、はい。どうします、やっちまいますか。やっちまいましょう。そうだな、まとめて片付けちまうか。すぐできそうだけど。いやいや、ちょっと待てって。階段の前にいるやつに応援を呼ばれるかもしれない。そうしたら相馬にも逃げられるかもしれないし、後ろから一人ずつ締め落としてくるよ。悪いな、なんかあったらすぐに助けるからよ。あ、締め落としね。ここは慎重に。スティールきた。
結構このショーあれだね、今まで今作取り入れられたアクション盛りだくさん。海藤さんこそ山田勝美さんの体格。海藤さん体重何キロぐらいあんだろうね。ここ渡れるかな。いやこれもう今ので見られてるだろ絶対。なんでそこスッと行かなかったの。え、きつくないかそれは。そうだよな。お、粉いいね。やばい、やばいやばいやばい。よし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 、バレてないバレてない。いや、あの赤いとこに行くってことは、まずはライト一回左行って、もう一回こっち行ったらちょっと行きたいの。おっと、えっ、あ、やばい。え、誰誰誰、見つかったんですけど。失敗。普通に、ちょっと待って、これちょっとスキップします。よし行くぞ。よし行くか。え、今さ、え、サーチライトの人じゃないとこで、これでバレてそうだけど、これは大丈夫なの、なぜか。あそこにだってライトあるってことは、こう行くしかないね、絶対。で、粉で、で、この隙にスッともう行って、で、コイン投げて、なんだ？で、これで、よし、締め落とす。くそ。OK？ 片付いたな。今拾った皿を投げる。皿、そのために落ちてるってこと？ああ、このライトを避けて、あの赤いとこに行って、あの人を締め落とす。OK？光よ。これが手動の穴なんだよね。これが自動のカメラだったらバレてたところだったけど、これ手動だから、このサーチライトは全然大丈夫です。まだやれ。よし。龍セブンの配信から見てます。今回初めてコメントしました、ありがとうございます。いつもローム線の方もね、コメントしてくださる方もありがとうございます。寿命として強いんだな、そう考えると。人間って思ってる以上にすぐ死んでしまうのかもしれない。隣のビルに行くためにあいつを何とかしないと。海藤さん、ちょっと困ったことになってる。手貸してくんない？あ、どうしたターボ、ドローン来る？あともう少しのとこなんだけど、 RK がいて身動きが取れない。どうにかして連中をおびき出してくんないかな。任せろ、俺が何とかしてやる。頼んだよ。え、ドローンカイト来る？え、え、そんな手に引っかかるやついないだろ。なんだ、猫の喧嘩か。そうでしょ。どこで泣いてやがる。え、ここにいたよ。え、まさかこの終盤に来てこんな原始的な方法で。どうだタバ、なんとかなっただろ。しかも結構下手だったけど。ああ、名演技だった海藤さん。褒めとこう海藤さん。うまかったよ海藤さん。クソやん。え、こっちからはどうやっていくんだ。これはダッシュで。オッケー。東の声もしてた、もしかして途中。可愛いんだけどそれ想像したら。よし、木の間もうすぐ。ここで全員片付けてと。ここは慎重に行こう。全員片付け。これじゃあ全員、やば
見られてなかった今。危な。よいしょ。くっそ。東も猫の金役で出演。兼任してない猫役と東役を。危ね。これアイテムに、アイテムに誘われるとこうなるってこと。やばいやばい。危ない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 。スティールの時こんな弱いの八神さん。なんでこんな弱いの、いつも強いのに。よし、もう一回猫の声聞くか。カイトさん、おお、あともうすどうにかして任せろ。頼んだよ。これさ、やっぱこれやっぱ東ちょっと混ざってんじゃないか途中で。なんだ猫の喧嘩。どうでテブ。よしテイク2。猫の声もね聞けたことだし。よっ。東も言ってたよねこの声。よし行くか。よいしょ。なんだ。片付いたな。あれをだからちょっと取ると危ないから一回やって、あ、いいよいいよ、ここに行ってこの四角に行って一回やってからアイテム取る。なんだ。おっと、え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、何今の。え、なんで、なんで後ろ向い、え、ちょっとちょっと、むやみに動き回らず物陰から敵の動きをよく見て行動パターンを見極めましょう。はい、わかりました。イージーに変更しません。イージーでもノーマル。よし、ちょっとスキップする。もう猫はもう、猫はお腹いっぱいなんで。よし、よし行くか。ここです、もうここです。なんだ。はい、え、これってやっぱ首圧迫されると息できなくなって気を失っちゃうってことなのかな。怖いな。よいしょ。なんだ。え、ちゃんとよく見て。あ、なるほどね。こうね。オッケーオッケー。まだやれ。脳に血がいかなくなって失神してしまう。ああ、なるほど。片付いたな。で、これ普通に取って。ハグクームってあれだよね。経験値アップじゃない。これだよね。あ、体力も回復するんだ。じゃあ後でいいよ。ワイヤーももらってきます。殴るより攻める方が致命傷にはならない。へえ。攻めてもの優しさなんだ。うん、なんとか終わったかな。やるじゃねえか、タボ。あ、猫ちゃんズだ。猫ちゃんズ合流。この下の階に敷の間がある。相馬がいるかもしれねえ。気を引き締めねえとな。なるほど、こっから気を引き締めろよと。セーブしとくか。できない、できません。セーブ。これがいいのかな。ここで敷の間。うわー、第一章で来たところ。あ、セーブポイント。何、ちょっと待って、この灯籠みたいなのがセーブポイントになってるんだけど、なんという優しい世界。セーブする。セーブした。
行きますか。親切設計ですね、運営の。この先に相馬がいるかもしれない。準備する、入る。準備も何もここから出られないよね多分。入ります。セーブするってことか。準備するわ。誰？あ、助けて！殺される！あれ？なんだよ、コウスケくんか。コウスケ！こりねえガキだな。おい、まさかまた女騙して金にしてたんじゃねえだろうな。週一でジムに通ってるコウスケくん。してませんから。てめえ、松金組の怪盗か。お、さすが有名じゃん。なんか貫禄あるこの人。なんでここにいる？てめえも RK に入ったんだ。なんか相川翔さん風のサングラス。あ、オッケー。お前らと一緒にすんな。あんたがこの襲撃の仕切りか。相馬はどうした？来てないのか？余計なとこに首突っ込んできたな。おい、後ろからも来てるぞ。敵は大勢、相馬はいない。これじゃ何のためにわざわざ来たかわかんねえな。しっかり八神探偵事務所、お願いだから助けて。コウスケ君を助けに来たってことにしとこうや。コウスケは何してたんだ。知り合いっすか？ならよかったじゃないですか。あいつ頭かち割られるところでしたよ。いや、そこの3人もやっちまうぞ。それでしまいだ。オッケー。いいか、来るぞ。もう狭いです。 RK メンバーたち、じゃあ演舞で行きましょう。よいしょ。宮本さん強そうだよな。うわ、待って、刃物持ってる人とかいる。ちょっと待って、宮本さんずるくない？よいしょ。いや、起き上がりアクション最強。いいね、援護も。うわ、雑魚が多い時のこのボス宮本。斎藤さんもどこにいるか分かんない、自分が。これでだいぶ。よし、パワーヒッターで、ほんと助っ人外国人ばりのパワー系バッター。はい、ハンターです。見切ってますと。しばらく寝とけっての。タイヤリでした。あ、みつるくん、と楠本さんだ。楠本さん、あなたの方からこちらへ呼んでいただけるとは思ってませんでした。坂東の声。どういう風の吹き回しでしょう。いいお返事がいただけると思っていいのですか。もう終わりにしようと思います。え、何をです。保身のために秘密を隠すこと。ではどうされるおつもりですか。警察に自首します。え、あなた方がお疑いの通り、私はミツルの復讐のために河合信也を殺しました。5年前にカムロ町で河合が拉致されたあの日に、自分のこの手で。自供しちゃっていいの。北方先生はその協力者です。もし自首をすれば、あなたはただの人殺しです。厚労省の立て直しで人気が高まっていた分、そこから突き落とされる衝撃は大きいでしょう。自首は考え直した方がいい。私どもが秘密を守って差し上げますよ。その代わり、あなた方の仲間になれと、そういうことでしょ。
弱みを握りたいんだ。官僚が組織にいる以上しがらみに生きるのは避けられません。みんな国のために自分こそが正しいと信じる意見をぶつけ合い、無難な落としどころを探って初めてことが進むんです。それなのにあなたはもう十分多くの正義を果たせたじゃありませんか。厚労省の腐敗を正し、天下りの排除も毅然とやってのけた。その成果は私も他の方々も尊重するとお約束します。血が達者だな坂東さん。しかし今楠本玲子が人殺しだったとなれば、あなたの果たしてきた正義は全部水の泡になってしまう。むしろ揺り戻して前よりも腐敗する結果になるかもしれません。あなたもそれは望まないはずです。誰にだって秘密はあります。私どもに任せていただければ必ず最後まで守り抜きますよ。全て信用できない。闇に葬るんです。黒い、そこが問題なんですよ。沢さんはミツルのお見舞いに来続けてくれた同級生でした。もう来なくていいと拒絶したのは私の方。彼女だけはあの高校でミツルの味方でいてくれたのに。私がこの手で復讐を果たしたから、そこへ引き寄せられた闇に彼女が飲み込まれてしまった。なのにそのことをみんながなかったことにしようとしている。13年前、ミツルを追い詰めた同級生たちのように、何と言われても私は自首します。もっと早くそうしていれば沢さんは死なずに済んだ。あれ、思った以上にあなたは青臭い人だったんですね。あなた方は私を失脚させたことで良しとすればいいでしょう。当初の目的はそれだけだったはずです。でも私を操り、年金160兆に手を出そうとしたのは欲の書きすぎでしたね。私が自首する以上、それはもはや不可能に近い話です。あなたの飼い主たちにそうお伝えなさい。私としてはかけた労力に対して見合わない成果になったわけですね。が捨て身になった人間にもう駆け引きは通じませんな。洲本さん、立派な人だ。お母さん、ここどこ。ミツル、嘘。もう終わりだよな。半グレにしちゃまあまあ歯ごたえあったぜ。しょうがない兄貴っすね。あとは引っ込んでてくださいよ。病み上がりなんだから。抜けぜ。いやもうコウスケとかどうでもいい今。すげー、コウスケはどうでもいいよ。これどうなの、このタイミングでミツルくん目覚めるのって。一応ここの胴元も用心棒とか六本木の精鋭を揃えてたはずなんですけど、 RK には元極道も多くて歯が立たなかったっていうか。でもそれを全部叩き伏せちゃうんだからすげえすよ、八神さんたちは。なんでタバコ吸って。そんな話を聞きたいんじゃないよ。 RK の相馬は本当に今日ここに来てなかったんだな。軽く切れてるな、八神さん。多分いなかったと思います。なるほど。じゃあこんだけ苦労してマジで成果なし。ああ、八神さんたちは相馬を見つけたかったんですか。いやそうだよ。それならさっき RK の連中が言ってるのを聞きましたよ。相馬は偉人町から指示飛ばしてるって。え、ほう。じゃあもしかしてずっと向こうで
桑野を探してるってことか。そういや今朝方鉄尊のとこに襲撃があったらしいよ。 RK が桑野を探しに来たんだ。あ、そうだ言ってたね。そこに相馬がいたかまでは分かんないけど。となるともう俺らがカムロ町でやれることはねえ。明日また偉人町に行くか。なるほど。うまいこと桑野と合流できりゃ相馬だって向こうから出てくるはずだ。ああ、そうだな。いや、ちょっとミツル君の方が気になる。今日はもう事務所戻って休もう。でもちょっとさ、どうなんだこのタイミングで目を覚ますっていうことは。13年ぶりだよね。今30歳で17歳の時に昏睡状態になって13年間昏睡状態だったのに、今このタイミングで目を覚まして、楠本さんはそうか、今康介くんという守るべきものが再び存在が大きくなって、存在というか、まあ、大事なことには変わりはないけど、事態が変わってもう自首はできないのかな、楠本さんとしては。お前を殺したいじめはについて、康介くんじゃない、康介くんじゃない、みつるくん、康介じゃなくてみつるくん、みつるくん、どうなんだろうな。じゃあそうなると闇に葬ってあげるよって言ったあの公安の坂東さんの口車に乗っちゃうのかな。コウスケに守る価値はありませんとか。コウスケくんではないね。コウスケあんなにボコボコにされても相変わらずその生きり癖は治らないという。悪いことやってるからな、コウスケ。こすいことやってんねんな、コウスケくん。つくもにあって桑名を探す相談をしよう。よ、今日もぼちぼち動くとすっか。行こうぜ、タボ。うわー、なんか行くぞ、タボ。とも言えないな。まあでも楠本さんの母親としての立場から言ったら目を覚ましてくれて嬉しい。どういう気持ちなんだろう、楠本さんの気持ちになったとして。でも河合を殺してしまったことに対してやっぱ両親の呵責に苛まれてたっていうのはあるから、今のまま自首するのが多分一番綺麗な流れだったんだけど、それがもうやっぱり康介くんを守るためには自首できなくなっちゃうか。誰が面倒見んのっていうことだしね。殺人犯の息子になってしまうってことか。いやー、なんだこれは。確かにな、康介くんは自殺で亡くなったっていうんじゃなくて、ずっと昏睡状態にあったっていうのは確かにちょっと引っかかってはいたんだけど、康介くんじゃない、みつるくん。でも康介はさ、もう私の頭の中に入ってこなくていいのよ。康介はみつるよ、みつる。やあ、これは八神氏。ああ、つくも一人か。杉浦は桑名さんを探そうと聞き込みに出てます。え、ただハンピンリューマンのところから姿を消して以来、桑名さんがどこにいるかまるでつかめないのです。杉ちゃん大丈夫か。偉人町にいるかすら定かではありません。そうかい、珍しく冴えねえな。急いで来ることもなかったが。鉄道から何か連絡は。兄貴からは。いえ、
お二人のいない間、偉人町は膠着状態です。相馬は偉人町から RK に指示を出してるらしいんだけど。ええ、でも偉人町のどこにいるかまではつかめてません。なるほど、だから膠着状態か。おお、どうやって指示出してんの。偉人町の様子を見ておこう。桑名さん、相馬さんの手がかりね。え、杉ちゃん大丈夫かな、一人行動で。バイトさん大丈夫かしら。ランポー、よし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 。10年以上も目が覚めていないと喋るのも大変らしい。なんか全て忘れちゃってそうだよね。なんか筋肉の動かし方とかも忘れちゃいそう。偉人町の様子を見る。またこれうろつくタイミングかな。なんか回復アイテムとか買っとくか。ちょっといつもコンビニ行ってるけど、薬局もたまには行きたいな。でもコンビニから近いところ、コンビニにも行きたいし、ウェルカム薬局の方が近いか。やっぱり近いか、こっちが。お弁当も買い、ああ、バッセンも行きたい。バッティングセンター行こうとする時ほどいつも必ず。え、どこだ。必ずと言っていいほど話が進んでしまうからな。ああ、薬局に着いた途端。もしもし。よう。またこっちに戻ってきたみたいだな、ヤガミ。お、クワナッチ。あんた、クワナか。迎えをやるから会いに来いよ。やっぱりまだ偉人町にいたんだな。ああ。ただお互い、RK やら公安に面が割れてる身だ。まずは誰にもつけられないよう身嫌いにしろ。お？監視の目を振り払うんだ。どうやって？そりゃそっちで考えてくれよ、探偵さん。支度ができたら沢君のマンション前に来い。うわ、沢先生の。沢先生の。ああ、じゃあな。変装しろってことか、これ。まずはハンピン龍馬のエリアに行く。あそこなら多分 RK の目も届かない。ああ、そこで連中の目をくらませれば尾行されないはず。え、そうなんだ。え、変装しろってことじゃないの。この私服でいいのかな。いらっしゃいませ。タフネスと、ここら辺結構あるのか。チケットサポーター、あとこ、気絶防止、猫缶。猫缶めっちゃ、猫缶って食べられるのかな、人間。ありがとうございました。意外とあれだな、やっぱ薬局より弁当買った方が良かったかも。ハンピンリューマンのここね、反転工事、普通に食べられる。え、そのさ、ゲームとか関係なく食べられるのかな。出血、止血、アイテムドロップ率、あー、シークレットコンタクトでいいや。犬缶より猫缶の方が美味しい。へえ。ドッグフードもいける。へえ。意外と食べられるもんなんだね。いった、これはさすがにないわ。これを、結構味が薄いらしい。あ、人が試食して作ってるんだ、猫缶とか犬缶。へえ。
よいしょ。これめっちゃ強い。あーでもこれちゃんと向きとタイミングが合わないと無理だな。あ、海猫座だ。映画館。ちょっと剣、あ、流れで久々。さ、流れも強いな。今作やっぱバトルが本当に爽快だな。しばらく寝とけって。猫は腎臓病になりやすいから薄味なんです。へえ、そうなんだ。なんか雑魚敵が多いな、ここら辺。いた。でも起き上がります。龍セブン挟んでるとよりアクションが楽しい。そうだもんね、コマンド選択だもんね、龍セブンは。あ、でも RPG が好きでやってたから私別にそんなに抵抗なかったけど、アクションずっとやってた人は確かに不安はあっただろうね。ユーセブン面白かったけど、エイトはどうなるんだろうね。結局ハスが一番のこういうアクションも見たいけどな。ったくいい加減にしろよ。コマンドも、そうコマンドも私結構面白かった。なんかもうどんどん来るんだけど敵が。待って、スケボー乗れないのかな。まだ。なんでこんな無駄に戦闘しているんでしょう。あ、エイトも RPG の可能性高いんだ。でもな、あれやっぱクズが一番がその仲間がいてこそ輝く主人公っていうので、その仲間がいる意味がすごいちゃんと出てたから、あれはすごい良かったと思うんですけどね。ちゃんとストーリーのなんかキャラクターと合ってたし。よし。しばらく。あ、そう、仲間のジョブもいいんだよね。そうそうそう、面白かったから、ね。やっぱハローワークの転職システムめっちゃ面白かったよ、ね。こっちか。八神さんもな、この。変装コスプレ以外にいろいろ転職とかできたら面白かったんだけど。テッソ、あ、テッソいた。よ、兄弟。なんかやけに静かだね。RKの襲撃があったんだって。若いもんが2人骨までやられて病院送りにされたよ。いつの間にか俺らより RK のが数増やしてやがる。ここは異人町だったのに外へ一歩出りゃもうアウェーだ。連中の狙いはやっぱり桑名だった。しょんぼりテッソ。間違いねえだろ。桑名はうまく脱出したみてえだが連絡が取れなくなってる。あいつからはさっき連絡があったよ。これから会いに行く。本当か。ああ、でもこのまま行ったら俺がクワナのところに RK を案内することになる。まずは一度敵の目を振り切らないとね。なるほど、だからここに来たのか。てっきり襲撃の被害を心配しに来てくれたんだと思ってた。拗ねてる。それもあるけどさ、手貸してくれ。ここは悪名高いギャングの縄張りだろ。秘密の抜け道とかない？ああ、そこを抜ければ一旦 RK の目を出し抜けると思ったんだけど、
そんな都合のいい抜け道なんてないわけないよね。そうだな、あるぜあるぜ。悪名高いギャングの縄張りだからな。わかったよ、ついてこい。助かる。テッソさ、なんかめちゃくちゃいいキャラになってる途中から。非常時の抜け道がある。鉄に多分クアナも襲撃された時そこを使って逃げたんだ。へえ。鉄に会うとちょっと安心するもんね。鉄にどこ行ったっけ。あっ、闇武器商人がセブンでいたとこ。うん、あ、下水道が秘密の抜け道。ちゃんと抜け道用に作ってある。全然匂わねえだろ。ここからか。確かに。中に降りて先行ったら福徳公園に出られる。この抜け道は俺らにとっちゃ万が一のとっておきだ。誰にも言うんじゃないぞ。ああ、感謝するよ。お、よし、じゃあここ入る前に変装しとくか。そうすれば抜け道出た時完璧に RK の目を振り切れる。なるほど、それいい考えだ。やはりここで変装ね。あー、どうしようかな。あー、鉄装兄貴確かに今回の人気投票ランキングやったら上位に食い込むね絶対。まあパイロットでしょここは。やっぱりおかしいだろう、もう。いいじゃないか、さすがに慣れたもんだ。全肯定すぎるよテストに。どうも。変装にはちょっと自信があるんでね。よし、準備はいいな。抜け道の中は一本道だが、ちょっとくれ。なんだったら俺もついてってやる。いや、一人で大丈夫だよ。心配性。クアナもここを襲撃に巻き込んじゃってあんたに合わす顔ないだろうし。もしそうなら全然気にしてねえって伝えといてくれ。俺がムカついてるのは RK の連中だけだ。絶対偉人町から追い出してやる。わかった、じゃあありがとな。別にちょっと八神さんのこと好きすぎてさ、全肯定すぎるんだよな。どう考えてもそれはおかしいだろってならないのか。私なんでパイロットの衣装持ってるんだっけ。なんか確か作業服とかバーテンはストーリーでもらったの覚えてるけど、パイロットなんだっけ、サブクエかなんかかな。うまくいった、これで RK がどこにいたとしても一旦監視は振り切れたはず。あ、買ってた。あ、普通に店で買ってたのか。沢先生のマンション前に迎えをよこすって言ってた。この格好で沢先生のマンション前か。これ今から変装変えられるのか。今着替えることができません。ダンスの衣装を買うついでに買ってたのか私。なるほどね。ストーリーだけやってるとバーテンか作業員って感じになるのか。沢先生のマンションどこだ。ここか。これちょっと、これさ、スケボー乗れるのかな。乗れるんですね、なんと。おかしいだろいろいろ。もうなんだよこれ。あー、一番目立つじゃん、こんなことしてたら。不審者でしょどう見ても。通報されちゃうんだけど、職務質問されちゃう。世界観そうめちゃくちゃだよ。どういう状況ってなるし。痛い痛い痛い。あ、ここのコンビニでちょっとお弁当買ってこう。鉄道駅のコンビニで。いらっしゃいませ。弁当を買うパイロット。最大持ってる。
じゃあ最大数持ってる。カステラもあるよね。わかめ担々麺、なんかもしもの時のために飲み干す担々麺10個買っとこう。本当にないっていう。ありがとうございました。時のためにただの空オタとか言っちゃう。空オタっていうの、その飛行機とか好きな人ってこと。鉄オタの空バージョンってこと。空オタ意味わかんねえな。だったら移動の時もスケボーじゃなくて他の乗り物ちゃんと用意しろよってなるし、中途半端です仮装が。よしここだ。桑名さんじゃない。いい変装ですね、八神さん。赤池。赤池くんか。ほんと桑名の言うことは何でも聞くんだな。嫌味か、そのいい変装って。乗ってください。先生のところにお連れします。あんただけか、他の同級生たちは。俺一人です。今日は人手がいらないみたいなんで。へえ。赤池も別に突っ込まないんだな。他のもっと変な衣装だったらどうだったんだろう。買っとけばよかったな衣装。この船って博物館になってるやつだよね。あ、もうパイロットじゃない、でもこんな時間には誰もいません。先生も長居する気はないそうです。桑名は俺と会ったらまたすぐどっか逃げる気なのか。それは俺じゃなくて先生に直接聞いてください。なんかめっちゃ近かった沢先生のマンションから。入るとまま歩いて行けたんじゃないかと思うんだけど。あ、いた桑名さん。よう、悪かったな、わざわざ来てもらって。こっちはお尋ね者なもんだよ。その割には目につくとこにいるもんだな土星論。ここは追っ手に数で囲まれても逃げ道がいっぱいある。いざって時、周りに迷惑かけずに済むしな。あんたが人の迷惑考えてるとは思わなかった。赤池、少し八神さんと二人で話してもいいか。どうぞ、八神さん。赤池、本当に走られてるんだな。使い駒使いされてるな。テッソーたちには悪いことをしたよ。俺を探して RK が襲撃してきたんだ。やつらハンピンリューマンをヘとも思っちゃいねえらしい。ハンピンを。結局のところ相手は公安だ。日本中どこ行ったって逃げ切れるもんじゃない。それと RK の相馬は多分公安の潜入捜査官だ。搭乗会に入る前からずっとな。潜入捜査官。ああ、でも逆にその相馬を捕まえれば奥にいる黒幕も引きずり出せるかもしれない。そうやって全部明るみに出さない限りあんたはずっと追われ続ける。そりゃ困ったな。沢先生の件、江原の三越馬殺しの件、隠し事はもう終わりだ。全部ぶちまけて公安のつけいる隙をなくす。それには例の痴漢裁判がおあつらえ向きの舞台になると思う。痴漢裁判。お前の言う全部ぶちまけるってのは楠本さんの件も含めてだろ。うん。俺は彼女を売るような真似はしない。そこだよね。ダメだ、話になんねえ。その結果が沢先生を殺したんだとしてもか、話にならないんじゃない。あんたはそこから目をそらしてるだけだ。そういうお前は13年前のミツルを知らないだろう。そんな奴にとやかく言われたくないな。いや、まあなんかどっちの言うこともわかるけど。俺はみんなが目を背けてる。いじめの現実ってやつに正面から向き合ってるんだ。社会にマスコミ、みんな子供が自殺するたび騒ぐが、
結局未だに何も変わっちゃいない。そして毎度のようにどの加害者も口を揃えてこう言う。まさか死ぬなんて思わなかった。ああ、あいつらはどれだけ残酷なことを人にしてるか分かってない。それは自分に痛みがないから、自分が安全なとこにいると思ってるからだ。だから俺はそうじゃないってことを奴らに思い知らせたい。お前らのやっていることにはいつか必ず報いがあるってな。クワナ、この瞬間もどこかで奴らに苦しめられてる子たちがいる。ミツルやその子らのために何ができるか必死に考えた結果が今の俺だ。あんたの気持ちはよくわかるよ。分かっちまう。自分でも怖いくらいにな。でもそいつは野放しにするとすぐに制御できなくなる。暴走した正義が行き着く先はいつも同じだ。自分の正義のための犠牲を都合よく正当化する。例えば沢先生のような人の犠牲も。くどい。本当の正義なら真実を恐れない。真実から逃げたりもしない。あんたや楠本玲子が全てをさらけ出さない限り公安はどこまで持ってくる。分かってんのか。今のまま捕まったらあんた闇に葬られんだぞ。ああ、そういうことになるんだろうな。何？でも俺は逃げ切ってみせる。相手が公安だろうがな、いつでもそうできるように準備は重ねてきた。そのために裏社会を生きてきた。そんなうまくいくわけねえだろ。あんたはもう何人も殺してんだ。全員受けるべき罰を受けてなかった奴らだ。あいつらを殺すのに社会は手を汚さない。だから俺が手汚しているだけだ。これから先もな。13年前にミツルが飛び降りた日、俺は自分に呪いをかけたんだよ。どうせ一生かけたってミツルには償いきれねえんだ。俺は自分がどうなろうが構わない。その代わり最後までやらせてもらう。じゃあなんで俺をここに呼んだ。そんな話して俺が褒めてくれるとでも思ったか。まさかお前がそんな物分かりのいいやつだとは思ってないよ。でもだからお前にはいろいろ話しすぎちまったのかもな。なんだよ。江原さんにこれを渡しそびれてた。え、悪いんだがお前から渡してくれないか。何？頼めるのはお前だけなんだ。江原敏郎。これには江原さんへのメッセージが込められてる。あの人の復讐を最後まで一緒に仕上げるつもりだったんだが、もうそうも言ってられないだし、俺は今日限りこの顔も名前も変えて消える。俺があんたをこのまま生かせると思うか。別れに未練は禁物だぜ。ダメだ、引き下がれないんだよこっちも。どうする。昔真実を追い切らなかったことで俺は寺沢恵美という女の子を死なせてる。罪を逃れた人殺しはその秘密を守るためにまた人を殺す。あんたや楠本玲子もいつかそうなるかもしれない。嘘の上塗りだもんね。やっぱりな。お前と会ったらこんな風になるんじゃないかと思ってた。逃げるならお気はないよ。あんたが何人殺してるとしても俺はその証拠を持ってないんだ。捕まえたところで監禁でもしとかない限りあんたはまた逃げるだろう。じゃあどうすんだ。あんたが自分の意思でここに残るまで俺は説得し続ける。あんたも楠本玲子もまだ救うことができると信じているから。
救うっていう意味がちょっと分かんないよな。難しいな。ん？あっ！赤池！相馬？RK か。なんで奴らこの場所が分かったんだ。赤池。いいかみんな、北方先生は殺すなよ。その代わり矢神の方は逃がさなきゃどっちでもいい。お前は監視を振り切ってここへ来た。俺もそう。奴らに面が割れてるからな。嫌でも慎重に動かなきゃならなかった。なら後をつけられたのは俺でもお前でもなく赤池だった可能性が高い。じゃあ歩いていけばよかったじゃん。オーランは赤池と俺とのつながりに気づいたんだよ。これが何を意味するかわかるか。あんたよく今そんなことに気が回るな。楠本さんだよ。彼女以外赤池と俺のつながりを知らねえはずだ。なるほどね。そうね。つまり楠本さんが俺を公安に売った。んー、どうやら彼女が心変わりする何かがあったんだ。うわー、公安側に行ってしまったか楠本さん。そういえばあんた、ここには逃げ道がいくらでもあるって言ってなかったか。そりゃ俺一人で逃げる時の話だ。じゃあなんで行かねえ。お前俺を説得してくれるんだろ。そん時はどんな理屈こねてくんのか興味なんだね。了解。よく考えとく。余裕あるな二人とも。いいよみんな、ほらもう行けって。おう、こいつら二人ともなんか技持ってるぞ。逃がさねえように足から行け。今までの雑魚とはちょっと違う感じだな。ちょっと違うわ。ああ、でもこっちのやることはいつもと一緒だ。相馬さん久しぶりに来たけど、やっぱサイコパスっぷりがすごいですね。あ、なんかハンカチがさ、ハンカチで鼻すするみたいな、そのキャラがいいよね。悪者って感じがする。よくわかんない謎の癖を持ってる。え、島崎ちょっと体力ゲージすごいあるじゃん。え、めっちゃ囲まれてる。だからこんなさ目立つところで話すのやめようって言ったのに。焼きそばが余ってるな。あ、待って待って違う。ショートカットは、ショートカットはマグノーチで焼きそばから消費していきます。いいね。わあ、ちょっとこれ演武がいいか。演武で。演武でジャンプしつつ避けていくのが一番いい。おお、いいよ。パイロット変装がまずかったのか。それだろうな。作業服だったら大丈夫だったかな。だからもう赤池がさ向かいに来なかったらつけらんなかったってことだ。結果論だ。いやでもかわいそうにな。あ、 DX ブーストかけるか。やっぱ強いな演武。ブーストかけると急に。よいしょ。
かこの人。銃は辛いよ。でもマクローチ弁当食べれば回復するんですね。いや強い、なんか普通に痛い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 、足打ってくるんだなこれ。この他の人、うわあ、他の人を倒したいんだけど。他の人をやってしまって、おしおしおしで弁当を倒れながら、あ、ゼロになっちゃった。もう弁当ゼロか。しかし私にはまだ高級焼肉弁当があるんです。ちなみに飲み干す担々麺をこまめに、これよしよし、オッケー、ナイスカウンター。これちゃんと1対1だったらいつ打つか分かるから避けられるか。うわー、接近しすぎると危ない。ちょっとバットで倒したい気持ちもあるけど、あ、でもこれ普通に行った方がいいな。よしよし、 OK。 ここで相馬さんが襲ってこないの、ちょっと優しさというか。あ、でもやっぱ手は出せないのかな、こんな開けた場所では。なあ、たった二人相手にこんなに手こずってちゃ RK もまだまだって言われちゃうな。みんな天下の登場会だったんだろ。看板に恥ずかしくない仕事しなきゃ。吸ってますね、鼻を。ここらが潮時だな。お、まだなんか奥の手がある感じ。ああ、でも悪いが、そんないいもんじゃねえぞ。おい、食わな。え、あ、足から行けって言ったろ。やかましいよな、本当に。待てこら、止まれ、食わな。なんだと。え、急いでくれよ、みんな。すぐ人が来るぞ。ああ、やってくれるよ、ったく。イラついてる、相馬さん。え、大丈夫、桑野さん。爆弾仕掛けてたのかよ、あいつ。なら教えとけっての。そういう脱出方法か。かっこいい、このカット。え、 CM に使われてたところのシーンか、もしや。おお、これで12章終わった。もうこのまま最終章か。これ結構今のさ、炎の中の八神さんのスタイルってあれだよね、キービジュアルの一つになってたけど、このシーンだったのか。最終章か。まあでも進めときますか、頭の振り返りと最初の冒頭のところまでは。
ときましょう。次で最終章。相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と教頭を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。ファイナルチャプター、夜明け前が一番暗い。かっこいい。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。え、赤池か。それが八神の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。ですね。公安とってそこまで万能に何でもできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先、赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合い入りかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。おい、それより八神よ、昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、事件の関係者と会いに。あ、病院にいる関係者って？楠本玲子です。ですよね。13年って信じらんないよ。ミツル、目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。でも一気に13年タイムスリップしたらびっくりするよな。あなたが桑名を公安に売ったのは、ミツル君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えたミツル君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。
わかるな、楠本さんの気持ちは。わかってしまう。お母さん、ここどこ？ミツル、なに？ミツル、ミツル！驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね。うわ、楠本さん、一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。うわ、しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。こんな感動の場面で、この悪いことがささやけるのすごいわ。守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか。桑名はRK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。頭はいいよね、桑名さん。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。ミツル君が順調に回復することを祈ってます。もうでもこれじゃキリがないんだよな、復讐に復讐を重ねて。これからどう動くか、まずは、つくもか99巻に行ってみんなと話そう。いやー、なるほどな、難しいな。でも本当にもう最初から一貫して正義と正義がぶつかり合ってるっていう話になってますよね。でも楠本さんのな気持ちもわかるけど、そもそものきっかけはやっぱりミツルくんがいじめられてたことだし、それを誰かが助けてあげればこんなことにはなってなかったし。いやでも12章の最後の船のシーンでの桑名さんのあのセリフはめちゃくちゃ重いっていうか、すごく分かりやすく警鐘を鳴らしてたなと思いますけどね。安全なところから攻撃してまさか死ぬとは思いませんでしたってみんな言うんだよっていう一連の下りは、あれは本当この作品の話の始まりが学校のいじめだっただけで、ネットのいじめもそうだし、誹謗中傷とかの問題もね今結構多いけど、
立派な大人がやってることとさ一緒だよね。本当にあそこで桑名さんが言ってたのは、まさかそこまで傷ついてると思いませんでしたっていうことでしょう。ほんとね、もうため息ついちゃうよね。そう、やられた方じゃなきゃ理解できない。そうだよね、ほんとにね、やってる人にとっては軽いことなんだろうね。いや、どうしようかな、これからでスクール日誌は進められんのかな。あ、いけそうですね、スクール日誌は。どうしようかな、でもこのまま一気に13章もやりたいっていう気持ちもあるけど、どうしようかな。最後のユースはできる。最後の、ちょっと待って、スケジューリングがむずいな、そうなると。天沢ちゃん、まあこのロボ部とかね、ボクシングとかはまあ配信会で終わらせちゃって、ミステリー研究会だけ一回配信でやって終わらせようかなと思うんだけど、ミスケンは昼にできないから無理。これお昼じゃないから無理ってことかな。夕方はダメなのか。なるほど、昼間じゃないから進めらんないのか。じゃあわかりました。じゃあもう次、最終章行きましょう。OK。多分、今週末になると思います。ちょっと金曜お仕事が、夜終わる時間がまだ分かんないので、ちょっと金曜できるか微妙なんですが、金曜か土曜。土曜の方が濃厚かなっていう感じなんですけれども。そのつもりで、皆様、よろしくお願いいたします。でミスケンクリア後にできたらいいなとは思っております。はい、では皆様、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価などなどよろしくお願いします。ではユースドラマ、そうですね、クリア後にミスケンできたらいいなと思います。本日もありがとうございました。では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 、お疲れ様でした。じゃあねー。バイバイー。